ああ、あんたが言ってくれたおかげだろう。キャンプの兵士たちは協力的だったよ。監視役の兵士はついたが、病院の敷地内なら自由に動けた。監視役はこう言った。ボスにそうしろと頼まれたからな。目がまっすぐだった。不思議だ。あんたはもう政府軍を離れている。だがこいつは未だにボスと呼び、しかもそのことに喜びを感じている。自由に歩き回ったおかげで残念なことも分かった。脱出は無理だ。見張りは厳重、24時間隙がない。ま、想像はしてた。勝負に向けてと称して必要なものを調達してもらった。ゴーグル、時計、モリ、マッチシューティング用のセミカスタムガバニまで OK が出た。気前が良すぎる。だが兵士は言った。ボスに銃は無駄だ。一瞬で撃てなくしちまうからな。手品でも使うのかと思った。だがそいつは笑って、試してみればわかると付け足した。ここの兵士はみんな戦士としての、それか指揮官としてのあんたに深い敬意を抱いていた。軍を辞めてついていきたがってる奴もたくさんいたんだ。あの人のためなら命も惜しくない。かつての部下にそこまで慕われる軍人、それがあんたの強さの秘密ってやつか。俺は革命軍の連中をまるで無知で追い立てるように扱っていた。連中もそれなりに動いてくれたが、俺についてこいと言って従う奴がどれくらいいただろうか。部隊は全滅、もう確かめようがない。最後の準備だ。取り寄せたスコッチをダチンにして、ミエールって呼ばれてる地元の行商人に手紙を渡した。しばらく観察していたが、兵士はみんなこいつには気を許していた。酒瓶をちらつかせると、ミエールはその名の通りミツバチのように寄ってきた。よし、行け。宛先は俺が目をかけていたゲリラ戦士たち。優秀で信用できる。あの時は居残り組だったから、まだ健在のはずだった。すぐに蜜が運ばれてきた。説明を理解、計画も了解。これでいい。この時は勝利を確信していた。一週間が経った。よし、この辺で止めろ。あんたも降りてくれ。ミラー、この辺りはダメだ。場所を変えよう。ビビるなよ。前人未到のジャングルだ。ここのワニは人肉なんて食べたことないさ。メガネカイマンのことじゃない。危険な動物はいない。毒蛇はあんたのお仲間だろ、スネーク。ここなら邪魔者も入らない。山賊風情のゴロツキがこの辺りを根城にしていると聞いたことがある。麻薬を栽培してカルテルに売ってるような連中だ。よそ者がうろつくのは好まないだろう。前人未到だって？よく見ろ、人間が通った跡だらけだ。折れた草、木の幹に刃物の傷、あそこ見ろ、裏返った小石がまだ湿ってる。数時間以内に誰かがここに来てるんだ。しかも一人や二人じゃない。おい侍、ここはやめた方がいい。これ以上面倒を背負いたくないならな。場所はここじゃなきゃまずい。なぜだ。
ああ、待て。何をおじけづいてるんだ、スネーク。あんたの兵士に見張りをさせておけばいい。そいつらが近づいてこないように。それに、俺が逃げられないようにな。もちろんそのつもりだ。この人数と装備を見たら、誰も近づいてこない。そうだろ。わかった。で、何をする気だ？森で魚を突く。スピアフィッシングだ。やったことは？ナイフでなら。ん？ナイフで？こんな便利なものは持ってないからな。そうか。まあいい。取った魚の数と大きさで競う。平和的だろ？ほら。うん。これで俺が勝ったら納得するんだな。もちろんだ。あんたをボスって呼んでやるよ。よし、長居は無用だ。始めよう。よし、来た。うん、でけえ。アロワナだらけだ。いい穴場を知ってたな。だからここにしたかったのか。まあな。何匹取った？2匹。小さいな。これじゃモズの餌だ。なんと、7匹。しかも全部1メートル近い。へえ。よし、お前にハンデをやる。ハンデ？この先、たった一度でもお前が勝てば、その時点でミッション完了だ。お前を逃がして、俺は完全に手を引こう。で、次は？腕相撲、アームレスリングはどうだ？わかった。